はい、火止めます。そしたらラーメンにのせます。ジョボジョボジョ、わあ、なんか美味しそう。おはようございます。今日は白菜のあんかけラーメン作っていきたいと思います。白菜1枚と半分、それとラーメン手前一丁、これでやっていきたいと思います。これぶっつけ本番で作るんで、うまくできるかどうかちょっと心配ですけど、やってみます。白菜切っていきます。まず葉っぱのところを切り落とします。こんな感じで、したら縦に切ります。そしたら5ミリぐらいに切っていきます。細く、わ、すごいみずみずしい。今白菜美味しい季節なんでいいと思います。最後の方は粗く、葉っぱの方は適当な大きさに切っていきます。で、茎と葉っぱを分けて置いておきます。白菜炒めていきます。ごま油ちょろ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 、こんなもんかな、もうちょいかな、こんなもんでいいか。白菜入れます。透明になるまで炒めていきます。はい、透明になってきました。まだちょっと白い部分ありますけど、そしたら葉っぱの部分入れます。水 200cc、 沸騰してきました。和風だし入れます。本当は鶏ガラスープ使いたかったんですけど、ちょうど在庫切らしてまして、和風だしでやっちゃいます。そしたら塩小さじ半分ぐらいかな、分かんないな、適当だな、ちょっと味見ます。あー、しょっぱすぎた。ちょっとでいいですね、塩。このまんまいっちゃいます。胡椒。これぐらいかな。はい。これで、一回火から下ろして、ラーメン作っていきます。ラーメン入れていきます。ジャボン。粉末スープ入れます。本当は火止めてから入れた方がいいでしょうか。めんどくさいから入れちゃいます。はい、3分経ちました。丼に入れます。で、こっち火にかけます。さっきやった白菜。大さじ1の片栗粉に水で溶いてあります。なかなか沸騰してくれません。こっちのラーメンが冷めちゃいそうです。早く沸騰してくんないかな、火力の強いやつあるし。はい、沸騰してきました。一回火止めます。片栗粉入れます。ちょろ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 、お、ちょっととろみがついてきました。こんなもんでいいのかな。もうちょっと入れてみますね、片栗粉。もうちょっと片栗粉入れてみます。また塊にしちゃうとあれだ。こんなもんかな。なんか美味しそうなとろみがついてきたと思います。はい、これでいいと思います。はい、火止めます。そしたらラーメンにのせます。ジョボジョボジョ、わー、なんか美味しそう。はい、これで白菜のあんかけラーメン完成です。美味しそうだと思います。ブーン。はい、じゃあ食べていきます。
これ絶対熱いよね。いただきます。まず白菜、あ、両方つかめた。いただきます。あ、おいしい。あの白菜炒めて水入れて沸騰させてからラーメン茹でるまで時間があったんで柔らかくなりすぎました。二口のコンロがあれば同時進行でいってやると白菜もっとシャキッとしてたと思います。一つのコンロでやろうとしたから白菜柔らかくなりすぎました。でもすごい美味しいです。これうん、おいしい。あ、これはいいな。おいしい。カラララがめちゃくちゃ温まってきます。簡単にできてすごくおいしいんで、ぜひやってみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。